さん、こんにちは。ただいまよりシャチの公開トレーニング開始していきたいと思います。早速シャチたち、こちらの方にやってきてくれました。名古屋港水族館では3頭のシャチを飼育しています。まず最初に、1頭ずつ紹介していきたいと思いますが、一番奥にいる体の大きなシャチをご覧ください。今ぐるぐる回ってくれています。名前をビンゴと言います。体長が 6.5m、 体重が4トン、推定年齢30歳のオスのシャチになります。続きまして、右側のシャチにご注目ください。名前をステラと言います。体長が 5.1m、 体重が 2.3トン、推定年齢26歳のメスのシャチです。ステラ、逆立ちをして、2階のお客様には顔を見せてくれて、3階のお客様には尾びれを見せてくれてます。はい、最後に、一番左側の、ちょっと体の小さめな、シャチを見てください。名前をランと言います。ランはビンゴとステラの4番目の子供になります。体長が 4.4m、 体重が 1.4 と、年齢6歳の女の子です。メスのシャチになります。さあ、ステラが深く潜っていきました。ジャンプをしてくれます。スプラッシュジャンプ。はい、続きましてビンゴが潜っていっています。4トンの巨体を水上に上げる大変迫力のあるジャンプになります。はい、続きましてナオもやってくれてます。この3頭のシャチたち、昨年の12月に千葉県の鴨川シーワールドからやってきました。名古屋港水族館にやってきた主な理由というのは、右側にいるステラが妊娠しているんですね。ステラがこの広いプールで無事に出産できるようにとの思いからです。ステラ、現在妊娠14ヶ月になります。シャチの妊娠期間は18ヶ月ですので、今度の冬12月頃には、無事にうまくいけば待望の赤ちゃんに会えるのではないかと飼育係たち期待しています。皆さん、はい、ステラありがとう。ついでにランも来てくれてましたね。はい、続きまして、奥側にいる体の一番大きなビンゴがやってきてくれるようです。3人がやってきてくれました。ビンゴ、先ほども言いましたように体長 6.5m、 体重4トンの巨体です。見えにくいと思いますので、ちょっと避けますね。はい、胸びれが大変大きいのが特徴です。はい、ビンゴありがとう。はい、大変体が大きかったですね。僕たちこのようにですね、給餌の時間を利用していろんなトレーニングを行っています。トレーニングの中には、例えばですね、今ジャンプをしてくれてますが、ああいうふうに運動のための、トレーニングをやったり、それからですね、毎日健康管理のためにですね、例えば体温測定をやってます。体温測定どこで測るか分かりますか？はい、実はお尻の穴にセンサーを入れて体温を測ります。シャチたちの体温大体35度から36度ぐらい。毎日、シャチたちが体調が悪いとかって言ってくれないので、健康管理のためにかかっています。そのトレーニングの時には餌をあげています。餌は名古屋港水族館ではホッケやサバを与えているんですが、この体の大きなシャチたち、どのくらい1日に食べると思いますか？はい、一番体の大きなビンゴで1日に100キロの魚を食べます。はい、ステラで70キロぐらい、ダンで1日60キロぐらいは食べます。では最後にですね、もう一度2階のお客様のところにビンゴをやってきてもらおうと思います。
にも到着です。はい、ランちゃんも来てくれました。以上をもちまして、シャチの公開トレーニング終了したいと思います。最後までご観覧誠にありがとうございました。